東京映画記者会、報知新聞社など在京7紙が主催する第62回2019年度ブルーリボン賞が27日決まった。主演男優賞は記憶にございません。三谷幸喜監督の中井貴一58が初受賞。助演で2度受賞している長澤まさみ32がコンフィデンスマン JP ロマンス編田中亮監督で初の主演女優賞に輝いた。作品賞は社会現像になった飛んで埼玉竹内秀樹監督が選ばれた。受賞式は2月18日東京内幸町のイーノホールで行われる。バットマンに登場する最強の悪役ジョーカーの誕生物語ジョーカー、トッド・フィリップス監督が外国作品賞を受賞した。孤独だが心優しい大道芸人アーサーが悪のカリスマに変貌するまでを現代の社会問題も扱いながら描いた。ワーナーブラザースジャパン社長兼日本代表の高橋正美社長はゴールデングローブ賞主演男優賞、作曲賞を経てアカデミー賞でも最多11部門ノミネート、さらに日本でも本受賞となりまして非常に光栄ですとコメントした。